ああ、そうだな。操作するしかないよな。じゃあ探そうか、いろいろと。うん。え、操作は物や人を調べると進行します。また得た操作情報はメニューのライブラリーから閲覧できます。OK。事件はこの部屋で起きた。俺はこの部屋を重点的に調べるか。はい。じゃあまずルークから話しかけようね。はい、ルーク。綿貫君、僕らの作戦についておさらいしとこっか。うんうん。僕らは本来今日殺されるはずだった。何者かによってね。だからアラン君は提案したんだ。運命を変えるための作戦をね。僕らが殺される運命は変わらない。だから一度殺された後、生き返る予定だった。だけど、肝心のアクアさんが来なかった。だから急遽作戦を変更した。とりあえず安全なシェルターに隠れて、アクアさんを待つことにした。もしもように、ん?もしもように、アラン君から渡された痛み止めを飲んでね。だけど僕たちは急なめまいを感じて、シェルターの中で眠ってしまった。起きて、シェルターを出たら驚愕。アラン君が死んでいたわけだ。この共通認識に間違いはないかな。OK です。ああ、俺もそう思ってる。なんで俺たちは殺されなかったんだろうな。アラン君の運命論に嘘はなかったと思うんだけど、ルークは嘘見破れるしな。だけど、今は犯人を見つけるのが先だ。全員で生き残るためにもね、吐く。未来を変える作戦をゲットしました。ふむふむ。リチャードは?おい、綿貫。なんだ?なんだ、リチャード。お前ずっとここにいたんだよな。その時ハッチは開いていたか?あ、そういえば、閉まってたんだよね。一応ハッチは閉めておこう。これで時間稼ぎができる。最初はハッチが閉まっていたはずだ。だけど、何か廊下まで声が聞こえたけど、なるほどな。廊下まで声が聞こえたか。うん、ここのシェルター室はハッチを閉めたら完全に防音だ。つまりアランが殺された時にはハッチが開いていたってことだな。はあ、アクアは普通に入ってきたしな。なんでハッチは開いていたんだ?誰かが開けた。てかアランが開けたんだろうな。さあな、自分で考えろ。開いていたハッチをゲットしました。防音性をゲットしました。だってアラン以外はみんな気絶してたっていうしね。まあ唯一カノンがこの運命にはまだ関わってない人物だけどね。あ、まあ脅迫状もらってるか。そういえばアクア、どうしてお前は遅れてきたんだ?遅れた?ああ、この現場にってこと?ごめん、あの時礼拝堂にいてさ、もっと早く来ればアラン君を助けられたのに。そういえば、綿貫君たちは、なんでシェルター室に集まってたの?そう、ここで話が噛み合わないんだよね。え、知らないのか?アランに聞いたはずじゃ。は?何のこと?だってお前は、あの作戦の要、アランに頼まれて回復を。ああ?何を言ってるの、綿貫君。私はアラン君に何も頼まれていないよ。作戦って何?綿貫君たちは何をやってたの?ああ、これは一体どういうことだ?アクアは何も聞かされてないのか?怪しいよね。怪しさ満点だよね。はい、君。ちょっと綿貫、これどう思う?あ?なんだ?ああ、この結婚か?しかし生々しいな。この結婚はアランのだよな。なんかロベルトがずっとうろうろしてる。そうでしょうね。死体まで続いてるし。そしてこの後、刺されてから移動したんだと思う。移動した?刺されてからか?ほら、ズズズっと移動してるでしょ。これは、ほふく前進した後よ。ふむふむ。はいつくばって移動して、シェルターの前で力尽きちゃったんだわ。シェルターの前まで来て、アランは何がしたかったのかしら。シェルターには俺らが入ってたはずだ。一体何をしようとしていたんだ?わからない。次、君。まさかこんなにも早く次の殺人が起きてしまうとは。勇者意識に欠ける人がいるなんて、女神様も悲しいことでしょう。あ、終わった。あまりないのね、情報。この瓶。床に瓶が落ちている。色が違うよね。なんだこれ、薬か?あ、それ、多分痛み止めですよ。痛み止め?これも?医務室で同じものを見た記憶があります。一応液体の色で覚えてましたからね。でも俺がアランからもらった痛み止めは、これと色が違うぞ。ほら、これなんだが。それは睡眠薬ですね。青っぽい色ですし、覚えてます。もうアランが何したいのか全然意味わかんないよね。間違いないです。なんなら飲んでみてください。もう飲まん。いや、それは勘弁してくれ。アランからもらったこれが睡眠薬?一体どういうことだ?察しのいい人は気づくんじゃない?これ。床に血がついたナイフが落ちている。またナイフか。しかもアランの腹部に刺し傷があった。おそらくだが、このナイフが凶器だろう。アランはナイフで殺されてしまったのか。いや、それが我が千里眼で見たところ、どうやら致命傷は避けていたようだ。何?致命傷は避けている?
うむ、お腹に刺さっているからな。即死ではないだろう。この出血量から見て死因は刺殺による出血死の可能性がある。なんで犯人は心臓を刺さなかったんだ。さあ、刺して脅してアランから情報を引き抜こうとしたか。我は混沌であってサイコパスではないからな。殺人犯の考えることはよくわからん。なるほど、アランは即死ではなかったのか。ナイフをゲットした。で、また紫ちゃんに普通に、メイユよ、これを見よ。何？あ、なんだ紫、これだ。心の目でよーく見るのだ。紫は手につまんだそれを俺の手のひらに乗せた。何？あ、これなんだ。ゴミ？ゴミこそ情報の宝庫なのだ。これはガラスの破片だ。きっとこれは重要な情報が含まれておるぞ。本当に？ガラスの破片をゲットした。何に使うんだろうね。アランが横たわって死んでいる。すごい血の量。おそらく出血多量によるショック死。他には何か気がつくことはないか。見てみる。カノンとか恐れないで触ってるね。どうだカノン、何か気がついたのか。あった、これ見てみて。なんだこれ、あざか。血でよく見えないが、よく見るとアランの全身に殴られたようなあざがあった。多分死斑だと思う。死後体に現れるもの、そういうのがあるんだね。だけど通常死斑は全身に現れない。なんだろうこれ。はあ、死斑ね。謎だね。謎が謎を呼んだままだね。そういえばこれ、そうそうそう、これでやっと見れたね。予告状、今宵真っ赤な狂気を携え、あなたの寿命を頂きに参ります、うん、あ、そういえばこれがあったな。犯人につながる手がかりかも。真っ赤な狂気、これはナイフのことだろうな。そして寿命を奪う、これは殺すってことか。しかし回りくどいな。なんで犯人はこんなのを書いたんだ。それに私は生きてる。そうだね、生き延びたね、無事に。あー、謎は多いな。脅迫状ゲット。あとは最後ロベルトで終わりかな、調べるの。ロベルトさん、うろうろしないで。ちょうろうろしないで。はい。そういや渡る気、やっと切り裂き外に出たぜ。おっと、え、切り裂き？でもここにいないんじゃないか。それが一回外で見かけたと思ったらまた引きこもっちまったよ。あいつ外にいたのか。確か19時40分くらいだっけな。あいつ何やってたんだろうな。怪しさが半端ねえ。外に出た切り裂きをゲットしました。こんなもんじゃない？あれ？あ、いたいた。これで大体調べ終わったかな。明日のためにもう寝るか。これわかる人いるかな？一発で。シュウヤンはバリバリ外したよ。まだまだ答えは言わないけどね。皆様お疲れ様です。また証拠りもなく殺人事件が起きましたね。そうだね。それではこれを見ている皆様に犯人宛てのクイズを提供いたします。もし正解すればプレイヤーに追加の褒美を支給しますよ。ありがてえ。それでは問題です。今回アラン様を殺した犯人は誰でしょう？綿抜き。そんなわけ。じゃあここは皆さん予想しておいてくださいね。次の日、朝が来ました。ってことでやっていこう。最後の会議だね。はい、今日は待ちに待った議論の日です。皆様どうやら集まってって一人少なくないですか？キリサキがいないね。ああ、そういえばキリサキさんがまだ部屋に。もうキリザキって言いかけちゃう。全くしょうがありませんね。ディメンション。便利な能力だね。サボりは許しませんよ。これで全員集まりましたね。それでは気を取り直して、ディメンション。ああ、出た。熱中症になっちゃうよ。あのマグマのとこいたら。みんな暑くないのかね、これ。絶対暑いよね。これ帰りの熱とかすごそうだよね。簡単にルールをおさらいしましょう。あ、これ、アラさん殺しの議論。はいはい、オッケー。もしも犯人を見つけることができたのなら、犯人以外の皆様の勝ち。ふんふむ。もしも犯人を見つけられたのなら、犯人以外の皆様の勝ち。ふんふん。もしも不正解だった場合、犯人の勝ちとなります。オッケー。その場合、犯人だけは現世へ。皆様はここのマグマで死んでもらいます。了解。では始めましょうか。あなた方の運命を決める議論を。おっ、始まったぞ。任せて。もう覚えてっからね。みんなはみんなでちゃんと予想してくださいね。でも、これ見てるの2回目だよっていう人はね、一緒におさらいしていこうぜ。これから来る第4章の後編が出るのを待ちながらね。ってことで、2度目の議論が始まっちゃったわけだけど、さて、どうしようか。どうしたもこうしたもねえよ。俺らは犯人を見つけなくちゃならねえ。死んじまったらアランのためにもよ。ん？死んじまったアランのためにもよだな。そうだな。これはあいつの敵討ちでもあるんだな。盟友の屍を越えて、我々は前へ進んでいくしかないのだ。かわいい。綿抜きよ。そのためにも、今回もキズハマが先陣を切るのだ。任せて。俺は反対だ。なんで？なぬ？正直に言って、今回の犯人は、綿抜き、ルーク、カノンの誰かだ。まあ怪しいよね。一番怪しんでんのカノンちゃんだもんな、シュウヤン。あの前の時はね。
確かに現場にいたのは3人なのよね。それに犯行当時密室だったんでしょ。これはバカな私でもわかるわ。あなたたちの中に犯人がいるわ。そうなっちゃうよね普通。そうですね、ここは3人を問い詰めて。ははははは。これルークはみんなの思考が読めるんだろうね。何笑ってんだよお前。いやごめんごめん、妙に納得しちゃってさ。これじゃあ未来で犯人が見つからないわけだ。アラン君の行動は正しかったね。未来？何を言ってんの？そうだね、まずは僕たちの置かれていた境遇について話した方がいいや。そうだな、俺とルークは未来で死んだんだ。俺から話すよ、アランから聞いた未来の話。俺はみんなにアランが体験した未来の話とその未来を変えるための作戦について話した。これを聞いて納得するかって話だけどね。なるほど、裏でそんなことしてたのか。水くせえな、俺らに相談すればよかったのにさ。かっこいいロベルトが、ほんといいやつ。ごめんね、でももう過ぎたことだ。今はアラン君殺しの犯人を見つけないと。そうでしょ。へえ、でもそのお話を聞いても怪しいのはお三方で。そうね。ねえ、あんたたち実は共犯なんじゃない？さっきの話が本当かどうかも怪しいしな。ねえ、みんな冷静になってよ。ここは順序立てて推理していくべきだ。疑われている僕が言ってもあれだけど、ここは事件概要から確認していくべきだ。うん、まずはみんな頭を冷やしてさ、冷静だアクアちゃん。前提として全員が全員を信じて倫理的に会話を進めていこうよ。ルーク君、最初はどうしたらいいと思う？綿抜きが忘れられている。各々の認識に齟齬があったらいけない。まずは分かっているところから話し合おう。当たり前のことでもちゃんと再認識をしようってことだね。いい子だアクアちゃんが。あれ？とまた開いた。ふん、好きにしろ。ところでさ、ねえ霧崎、いつまでそうやって黙りこくってるのよ。あんた話し合いに参加しないつもり？てん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 。ねえ、生き残る気あるの？それともあんたが、まあまあクロエ、今はそっとしておいてやれよ。あれ？ちょこちょこ反応しなくなる。こいつに何か事情があるんだよ。今はそっとしておいてやれ。わかったわよ。それでは我がこの、違う、おいしゅやん。それでは我がこの場を取り仕切ろう。議長はこの我だ。かわいい。おう、頼むぜ。紫さん、よろしくお願いいたします。うむ？ちょっと困ってる。本当に我でいいのか？そうだね。規約度の高い僕と綿貫くんが取り仕切るわけにもいかないし。紫さん、頼むよ。ああ、前回もやりたがってたしな。どうする？投げられたけど。割と冗談だったんだけど。頑張って。ほら、友達が応援してる。仕方あるまい。我が皆を導いてやろうぞ。では、事件概要をおさらいしよう。まずは犯行現場ですよね。犯行現場。それは、アランが殺された場所はシェルター室だね。アランが殺された場所はシェルター室だったはずだ。犯行現場はシェルター室だ。うんうん。それは確かだな。アランはシェルター室で殺されたんだ。うむ。では犯行現場はシェルター室と。おい、なんだリチャード、なぜ反論してくるお前は。待て、そいつの言うことに惑わされるな。なんでだよ、明らかに証拠あったじゃん、シェルター室に。そいつって、なぜ犯行現場がシェルター室だと言い切れる？殺されて死で、死で運び込まれたかもしれないだろう。いやでも血伸びてたし。いやでもカッチ開いてたからそう疑っちゃうか。証拠を示せ、証拠を。はい、証拠を示しますね。証拠を示せ。アランがあそこで殺されたという証拠はあるのか？殺されて運び込まれた可能性だってあるだろうが。あ、証拠。あいつから聞いたあれが証拠になるはずだ。反論、証拠提示、リチャード。どれだっけな。捜査情報で、開いていたハッチ。事件後開いていた。防音性系、違うな。アランの死体状況か。汚れた死体、あ、違うな。あれ、どれだったっけ？ちょっと待って。アクアの証言。違う。入り口付近の血痕。これでいいかな？これでいいと思う。はい、証明。よかった、合ってたね。ちょっと迷っちゃった。全然覚えてなかった。入り口付近の血痕だ。アランはここで刺されたはずだ。その後、這いつくばって移動した。そして転がっていたナイフ。ってことはさ、おのずと死因も分かってくるよね。アランが死んだ理由、それは、アランの死んだ理由は刺殺だね。小殺とか考察とかあったけど。あの出血量にあのナイフ、アランの死因は刺殺だ。正確には刺されたことによる出血死だろ。ナイフは致命傷を避けていたのだ。そういえば言ってたね、カノンちゃん。多分彼は入り口付近で刺された。その後這いつくばって移動して、ロッカーの前で力尽きたってわけか。刺殺、
空と一緒か。てか思ったんだけどさ、なんで犯人はわざわざナイフで刺したんだ？ね、ちょっと謎だよねこれは。そんな原始的な方法じゃなくても俺たちには異世界能力があるだろ。異世界能力は使っちゃうと証拠が残っちゃうもんね。その異世界能力で殺したっていう。バーカかお前は、少し考えてみろ。異世界能力は個人によって違うんだ。それで殺したら足がつくのだろう。それが分かった上で犯人はあえて異世界能力を使わないで殺したんだ。でなぜ致命傷を避けたのかってのが一番気になるよね。異世界勇者同士の殺し合いで能力を使わないとは皮肉ですね。本当だよね。は？お前が決めたルールだろ。私は別に禁止していませんよ。ただあなた方の頭が足りないからこんなことになるのでしょう。性格悪い。異世界能力をうまく使えば完璧なトリックだって作れるはずです。お前、俺たちが頭の足りないバー静粛に。さすが、ちゃんとやってるね議長。そこ、議論に関係ない死後は慎むように。もう一度言う、静粛に。言いたかっただけだよね紫。お前、それが言いたかっただけなんじゃん。ともかくこれで犯行現場と、死因が特定できたわけだ。では次の議題に移ろう。次の議題は何を話せばいいのか。かわいい、許しちゃう。もう、じゃあ事件が発覚するまでの流れを確認すればいいんじゃないかな。それだ、それで行こう。おいおい、頼りにならない議長だな。でもなんだかんだ進められてたと思うよ。おい、今発言したのは誰だ。鉄槌を食らわせてやるぞ。しばかれる。なんでもありません。遊んでないで真面目にやりましょう。アランさんの死の直前、彼を最後に目撃したのは誰ですか？僕と綿貫くん、それにカノンさんだね。結局またみんな疑われちゃうよこの3人。まあ僕たちは死の瞬間を目撃したわけではないけどね。死を目撃していない？お前らはシェルター室にいたのだろう。寝てた。は？寝てただと？自分たちが殺されるかもしれないそんな状況で3人揃って寝ていたのか？うん、寝ていました。嘘をつくならもっとマシな嘘をつけ。そんなの信じられるか。いや、それには訳があるんだよね、綿貫くん。そう、睡眠薬を飲まされたっぽいんだよね。俺らが寝ていたわけ、それは。おっと、リチャードが結構食ってかかってくるね。はあ、寝てただと。で、はいはいはい。反論、証拠提示、リチャード。捜査情報かな。どれだっけ？ちょっと待って。痛み止めの薬、これだ。全然痛み止めじゃなかったけどね。そうだ、あの薬だ。あれが原因だ。アラン君から受け取ったあの薬、あれは睡眠薬だったんだね。なんで睡眠薬渡してきたしって感じだよね。なんでアランさんは睡眠薬なんて飲ませたのでしょう。仕組んだのがアラン君なのか、それは定かではないけどね。しかし、これで3人の疑いはなくなったわけか。どうして？だって3人とも寝てたら犯行は不可能じゃねえか。しかし証拠がない。こいつらが口を揃えて言っているだけだ。そんなこと言ったらもう何も信じられねえじゃねえかよ。何も信じられないのがこのゲームだ。人間はすぐに嘘をつく。ああ、やっぱリチャードは誰も信用してないね。少なくともこの中にいる犯人はずっと嘘をついているんだ。しかし、どうしたものか、疑わしい人物がいないぞ。仮に寝ていたという話を信じるのなら、これ以上の情報がないですしね。打つて、なしかよ。いや、みんな落ち着いて、現場に残った証拠から犯人を探そうよ。はは。これは未来で議論が難航するわけだ。すぐに投げ出すもんね。証拠？一体何を話し合うのよ。だったら、これはどう？脅迫状来た。予告状って言うべきなのか？あ？なんだよ、それ。ああ、そういえばあったな。カノンに届いた脅迫状が。脅迫状だと？だけどここに予告状と書かれてはいないか？そうだね、書かれているね。でもこれ文章の意図的に、意味的にか。脅迫状ですよね。刃物を持って今晩殺しに行く。明らかに犯行予告ね。怖いよね。この文章の出所を突き止めれば犯人に一歩近づけるってわけね。しかしよ、現実問題、これどうやって出所を突き止めるんだ？指紋なんて調べられませんし、それに日本人もこの中にたくさん。日本人？日本人が何だって？え、ですからこの文章が日本語ですので、日本人が書いたのかと。それは言語互換能力が働いているだけで、実際には英語でも中国語でも。そうだ、この手がある。グリードで言語互換能力を奪って、あのなんだっけ、予告状が本当に日本語かどうか判断するというルークの切れた、なんつうの、思考だよね。どうしたんだルーク。
マトリキ君、うっかりしてたよ。言語互換能力ならなくせばいいんだよ。能力をなくすって、そんなの？あ、そうだよ、マトリキ君。さあ、僕の手を握って。あんたら、何するつもりよ。もうそれラブラブするのよ。あ、違うか。まあいいから見ててよ。じゃあ、マトリキ君、能力を奪うよ。はい。って変わらないんだよね。あ、変わらないぞ、ルーク。これ本当に能力がなくなっているのか？あ、変わってる。リアリー、アイちゃん、チャンドオフユアアビリティ。あ、能力返してくれるって。お、ルーク、お前何語を喋ってるんだ？エツワサ、サシ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 、読めない。アイリターンアビリティ。とりあえず能力返すよって言ってるね。ありがとう。わたぬきと、ルーク、だいぶ遠い位置にいるけど。まあいいか。よし、これで OK だ。そしてどうやらその脅迫状は日本語で書かれていたようだね。そうなると犯人が絞られてくるね。この中で日本人の名前は、綿貫に月姫、カノンに他に誰かいたっけ？いるよ。大事な子がいる。あとソラさんとミュウさんも日本人でしたが、あ？日本人はまだいるぞ。それは、そうよ、キリサキ。あなた日本人じゃない。てんてんてん。僕じゃありませんよ。ほう、やっと言葉を発しやがった。犯人にされたらたまったものじゃありませんからね。過去と踏ん切りがつきました。これからは僕も参加します。ここで切り裂き参戦だね。かっこ？こっちの話です。忘れてください。ここからは僕も話し合いに参加しますよ。今まで心配をおかけしました。頭脳キャラが入ってきたね。ところで脅迫状が自分じゃないって証拠でもあるのかしら？それはないですよ。しかし他の人にも自分ではないと言い切れる確証はないでしょう。証拠だった。確かに当事者のカノンさんはまだしも、私も綿貫さんも皆さんも自分ではないという証拠はありませんわ。しかし証拠はなくとも怪しい人間を一人僕は知っています。怪しい人間だって？ねえ桐崎くん、ちょっと。僕はですね、隠し事をしている人こそ一番怪しいと思うのです。ルークが何かをね、いぶかしんでるね。隠し事？そんなことしてるやつがいるのか？ええ、この脅迫状に対してですが、隠し事をしている人がいます。果たして日本人は僕たちだけでしょうか？今名乗り出ていない人いますよね。いるんだよね。それってもしかして紫ちゃんなんだよ。桐崎、急に喋り出したと思ったら急に何を言い出してるのだ。いや、まだ嫌だ。これ嫌な現実だよね。こんなん聞きたくなかったって感じ。私、紫さん、あなた日本人ですよね。は、確かにそういえば言動が日本人離れしてるからすっかり抜けていたわね。だけど私、我にも証拠は。ほら焦り出してる。証拠はその動揺と、あとは隠していたことですね。紫さん、なんでそんなに動揺しているのですか？ふう、それは、これはあなたなの？違うのだ。もうやだ、ほんとやめて。なんだ、何が違うのか聞かせてもらおう。紫、本当のこと言って。あなたは友達。その、信じてるから。カノンちゃん優しさ。カノン。わかった。真実を話そう。真実？あなたが犯人ということですか？あれ、反応しない。あ、いた。ふう、それは脅迫じゃなくて、ただの遊びの誘い。うわ、ほんとややこしいことするんだから。この時相当焦ったからね。大好きなキャラもう死ぬのとか思ったもん。は？だから夜遊ぼうって出した手紙。そんな言い訳をすぐ、え、違う、そんな言い訳が通用するか。寿命をいただきに参りますって。これ要はなんだろう、あなたの時間をいただきに行きますっていう、そういうことなんだろうね。遊ぶ時間を的なね。もしかして今夜は寝かさないとか、そういう意味？うむ、くっ、かわいいな。もう許しちゃう。じゃあ真っ赤な狂気は？トランプのこと。朝までトランプをしようと。紛らわしいことをするな。ごめんなさい。かわいい。許す。許されたね。もう許しちゃうよね。まあ疑惑が晴れてよかったですね。まあこの程度で犯人が分かってしまったら面白くありませんしね。ん？おっと失礼。言葉を間違えました。ちょっとキャラ変わってきてんね、桐崎くん。皆さん、ここで皆さんのアリバイを確認するのはどうでしょう。アリバイだと？ええ、実はこんなものが。お、ハッチの開け閉め記録。なんかすごいのが出てきた。これ、なんだよ。あのシェルター室のハッチ、網膜認証だったでしょ？だね。その履歴です。時間まで正確に記されています。そんなものどうやって入手したのだ？あの機械にはそんな情報はなかったぞ。それはもちろん私が差し上げました。
履歴はないのかと聞かれましたのでね、差し上げましたよ。そういうことです。これは重要な証拠ですからね。で、肝心なのはここからです。よく聞いてください。はい、聞きます。ここに残る違った記してある通り、彼は19時40分にハッチを開けています。アランが自分でハッチを開けてんだよね。これがどういうことかわかりますか？アランが19時40分にハッチを開けている。これが示すことは死亡時間、犯人の人物像、死亡時間かな。つまりアランはそれまで生きていた、そういうことだな。ええ、そういうことです。さすが綿貫さんですね。ありがとうございます。そして言い換えれば、犯行時間は19時40分から20時の間。その時間、アリバイがあればその人はシロとなります。さあ皆さん、犯行当時どこで何をしていましたか？そして僕が推理しましょう。皆さんのアリバイからね。お、来た。アリバイを聞いて、木崎に報告しよう。人物をタップもしくはマウスでクリックして話を聞いてください。ある程度話を聞いたら木崎に報告し終了してください。まあ、じゃあみんなに聞こう。はい、僕と綿貫くん、カノンさんのアリバイはあるよね。そうだね。まあ3人が口を揃えれば別だけど、少なくとも綿貫くんは信じてくれるよね。もちろん私のアリバイは知ってるはず。一緒にいましたね。マークは、私は犯行当時礼拝堂にいたんだ。いや、ちょっとしたいざこざがあってね。まあ大したことじゃないんだけど、ここにいた証拠、まあキャットマンがいるけど、そうだね、キャットマンが証明してくれるね。まあそれじゃあ証拠にならないから、その時間にそこにいたという証拠はないよ。月姫ちゃん、私その時間は医務室にいました。うとうとしてまして、そのままベッドで寝てました。証拠、いえ、完全に寝ていたので署名はできませんね。これ、俺はルークの代わりに桐崎の見張りをしようとしてたんだ。だけど前に言った通り、桐崎の野郎がいなくなってた。だから館内を探し回ってたんだ。で、見つけた。あれは確か19時半過ぎだったな。一人で廊下を歩いてたぜ、怪しさ満点。その後桐崎を部屋まで送った。で、また引きこもりやがったよ。綿貫はいいや。クロエ、私は犯行時間ブラブラ散歩をしていたわ。シェルター室の前も通ったけどね、中には入らなかったわ。私ずっと廊下にいたし、物音もしなかったから気がつかなかったわ。署名、私一人で行動してたからできないわよ。次、桐崎のやつ急に喋ったと思ったらなんだ、俺のアリバイか。例の次元転送装置のところにいた。ずっとエネルギーをチャージしていた。朝から晩までずっとな。あの部屋を出たのは飯の時だけだ。だから夕飯の時は一度食堂に行ったがな。証拠、俺はお前らと行動しない。だから証明できるわけがないだろ。単独の人たちが多すぎる。紫ちゃん、我は犯行当時モンスター部屋にいたぞ。ひたすらモンスターに能力を使ってレベル上げをしていた。なんてやってんだ一体。その後汗を流すためにお風呂に向かったがな。お風呂、証明する人、いやそれはいないな。我は一人だった。で、これで一通り全員に聞けたね。このみんなのアリバイ聞いて気づいた人いるかしら。気づけたらすごいと思う。はい、アリバイ聞けばもういいですか。はい、 OK です。なるほどなるほど。僕とロベルトさん以外アリバイなしと。どうやらそのようだな。俺らはその時間一緒にいたからな。さてさて、どうしましょうかね。は、結構犯人候補がいますが、全員が全員容疑者というわけです。いや、これは疑心暗鬼になりますね。これぞデスゲームの面白さ。ゾクゾク来るところですよね。キャラが変わってる。桐崎、ねえ、あんたちょっと前と違くない？あれ、そうですか。こんな感じでしたでしょ。あれ、あのしない、あ、いた。いや、なんと言いますか、まるで別人のようだな、お前。いい加減正体を表したらどうなんだ。ルークが気づいた。桐崎くん、いや、桐崎くんじゃないのか。桐崎くんのふりをしている君、君は一体誰だ。怖いよねこれ。は、お、何、セーブ、まさか。あ、セーブだ、セーブしますね。はい、セーブ終わりました。木崎くんのふりをしている君、君は一体誰だ。は、一体何を言っているのです。とぼけても無駄だ。今の僕にはわかるんだ。僕には君の心が読める。みんなの考えていることが読めるんだ。あー、で僕は何を考えていたのですか。君はね、何も考えちゃいなかったのさ。恐ろしい事実だよね。普通人間そんなことはありえない。何かしらは思うことがあるはずだ。だけどね、君の心は無なんだ。いい加減正体を表したらどうなんだ。君は一体誰なんだ。桐崎じゃない誰か。ふふ
まさかこんな早くバレるとは。やっぱり君は警戒に値する勇者のようだね。まあそろそろかくれんぼも飽きたし、僕もそろそろ本格参戦しようかな。出てきた。もうだいぶキャラ変わっちゃってんもんね。桐崎、それが君の本来の姿ってわけか。いやーさすがルークちゃん、僕の正体を見透かすなんてさ。いや、見透かしてないんだっけ。そりゃ悪魔の心は読めないよね。悪魔？聞いたことがある。人間に取り付き体を乗っ取る悪魔がいるって。へえ、よく知ってるね。何アクアちゃん、オカルトオタク？そんなわけ。でもね、ごめん、それ不正解。僕の嘘にまんまと騙されたね。じゃあてめえは一体何なんだよ。僕はメフィスト、桐崎のもう一つの人格って言えばいいのかな。ああ、なんかすんごいセクシーなんだけど。ここ数日で桐崎の野郎と打ち解けて、過去を聞けば僕のことが聞けたかもだけど、まさかあんなネグラと仲良くしようと思ったやつなんていないよね。メフィスト君、アラン君は君が殺したのかい？そうだよ、僕が殺したんだよ。あっさり認めた。とでも言うと思った？ああ嘘だよ。議論がこれで終わると思った？ねえ、これで終わると思った？あからさまに怪しいのにね。いや、終わらないんだな、これが。あんた、見るからに怪しいわね。いやいや、僕は清い心の持ち主だよ。心を見透かせないほどにね。確かにアランちゃんを刺したのは僕だけど、毒殺までしたのは僕じゃないしね。刺したのですか？それに今、毒殺って言ったよね。一体どういうことかな？ああ、いけね。今のなしでってわけにはいかないか。なんか踊らされてる感あるよね。どうせ嘘をついてるだけでしょ。心外だな。僕は自分に得がある嘘はつかないんだよ。お、なんだ。あ、メフィストの能力か。は、なんだいきなり。移動したぞ。は、みんな動いちゃダメ。これは幻覚だよ。幻覚？実際の足元にはまだマグマが広がっているよ。シェルター室にいるように見せてるだけだ。これが君の異世界能力ってわけか。異世界能力？はてはて、何のことだかさっぱり。あんた、こんなことして何が目的よ。いや、もう今回の議論飽きちゃってさ、真実を教えてあげようと思ってさ。では再現 VTR スタート。まずい。あ、これを飲め。痛み止めの薬、分かった君に従うよ。これは過去の記録かな。どうやらそのようだね。あんたの能力でしょ。異世界能力？はてはて、何のことだかさっぱり。こいつに構うな。だんだんこいつのことが分かってきた。ただの嵐だよね、もう。あら、しょうがないんだ。お前らの運命は変わらない。だからいっそ、俺が。とんでもないよね、こいつ。俺ここに来るまで分かんなかったもんね。裏切られたの？って思った。なんかすごい主人公みたいな感じでさ、一生の終わり出てきたくせにね、思いっきり殺しに来てたからね。誰かいますか？桐崎、俺がいるぞ。ちょうどよかった。ここ開けてください。あ、いや、助かりました。まさかハッチが閉まっているとは。お前、引きこもってたんじゃなかったのか？へえ、しかしもう切り裂きごっこは飽きてしまいまして。飽きた？いえいえ、こちらの話です。一体ここに何の用だ？いえね、僕も新刊探索を再開しまして。てんてんてん。アランさんこそ、ハッチまで閉めて、ここで何を？いや、一人になりたくてな。嘘ついてる。はーん。で、その懐に入っているナイフは何ですか？疑われてる。そんなものは持っていない。はーん、まあそうですか。そうですよね。しかしこの部屋には何もありませんね。あるのはこのシェルターくらいしか。お、やばい、開けられる。開けるな。はい？開けない方がいい。これはお前を思ってのことだ。まあいいです。では僕はこれで。あ、行っちゃった。あ、危ない、紫落ちちゃう。ぐえー。が、いきなり何をするんですか？僕を殺す気ですか？アラン、とんでもねえよな。桐崎まで殺そうとしたんだもんな。桐崎、貴様、貴様って。自業自得だよね。正当防衛ですよ。では失礼。あ、行っちゃった。ちょっと、大丈夫？あ、元に戻った。え、綿貫くん、僕らはアラン君に騙されていたのかもしれない。そうだね。騙されていた？今見たものが真実ならの話だけどもね。それにね、前からアラン君に関して不審な点が一つあったんだ。不審な点？不審な点？そんなのあったっけ？アラン君のついた嘘だよ。捜査中一つ見つけたはずだよね。証拠、まさかあのことか？おお、交換音。証拠を示せ。
マトリック君、あったよね。アラン君の嘘を見破る情報が。反論、証拠提示、ルーク。なんだったっけ、異世界能力じゃなくて操作情報で、アクアの証言。おかしかったよね。アクアちゃんに話しかけたら何のことって言われたもんね。アクア、お前はアランに何も聞かされていないんだよな。うん、私は何も聞かされていないよ。何も聞かされてないし、未来を変えるお話も知らなかったよ。僕と綿貫君は犯人から守る作戦。この作戦にはアクアさんが必須だった。しかし、何も聞かされていないアクアさん。ねえ、これっておかしいよね、だいぶ。綿貫君、アラン君の作戦は僕らを犯人から守ってくれる作戦だったけど。ねえ、僕らを狙っていた真の犯人は一体誰なのかな。これらを狙っていた犯人、これまでの情報からだと、怪しい人物を選べ。これねえ、わたぬきたちを殺そうとしたのはアラン。アランどこに座ってたっけこれだっけ。あ、これだ。そう、アランが殺そうとしてたんだよね。証明。とんでもねえ、あいつマジ信用してたのに。アラン、そうとしか思えない。アラン君が未来から来たのは本当だ。それに未来で僕らが死んだのもね。だからこそアラン君はあれを利用したんだ。綿貫君、アラン君が利用したあれって何だと思う？アランが利用したのは、未来は変えられ、未来は変わらないだね。もしかして未来は変わらないってあれか。僕と綿貫君の死の運命は変わらない。そして犯人もわからない。アラン君は狙ったんだよ。未来で成功した犯人の後釜をね。汚えやつだよ、ほんと。彼はあくまで未来を変えずに殺そうとした。確実に生き残り、現世に帰るために。彼には自信があったんだろうね。何せ未来で自分は死んでいないのだから。しかし悲しいことに運命が変わった。なぜ変わったのかは、この場合重要じゃない。まさか、アランが俺たちを殺そうとしていたなんて。本当だよ、心底信用してたのに。何？つまり犯人はアランだったってこと？違うんだよな。クロイちゃんがちょっとボケてる。いや、あくまでこれは僕たちを殺そうとしたのがアラン君だったって話だ。アラン君殺しの犯人は別。今回の犯人はまだ潜んでいるよ。まあでもおおよそ犯人の目星はついた。メフィスト君の証言でね。僕なんか言ったっけ？まるで手のひらで踊らされてる気分だよ。とぼけているけど、さっきのあれで犯人の矛盾を僕らに示したんだ。矛盾だと？ねえみんな、犯行当時のアリバイを一人一人もう一度話してくれないかな。ああ、それはいいけどよ。綿貫君、一人一人のアリバイを聞いて矛盾をつくんだ。ヒントを聞きたいときは僕を頼ってくれ。アリバイを聞き矛盾を暴け。配信人物をタップもしくはマウスでクリックして決めてください。アリバイでもこれみんな変わんないよね。一緒にいた、そうだね。なんか私犯行当時礼拝堂にいたんだ。いや、ちょっとしたいざこざあってね。まあ大したことじゃないんだけど、そこにいた証拠、そう、キャットマンしか証明できないと。アクアじゃない。で、月姫ちゃんは？私その時間医務室にいました。爆睡こいてたって言ってたね。いえ。ロベルトは切り裂きを見張ってたって言ってましたね。ほんほんほん。19時半過ぎだったなって言ってたね。はい。で、次、クロエ。私は犯行時間ブラブラ散歩していたわ。シェルター室の前も通ったけど中には入らなかったわねって言ってるね。はい。で、次、切り裂き。あ、聞かなくていいか。ごめんなさい。あれあれ、いつの間にか信用なくなってる？明らかに嵐だもんね。キリサキのやつ急に喋ったと思ったらなんだ。俺のアリバイか、例の次元転送装置のところにいた。そう言ってたね。はいはい。で、リチャードもこれで終わりだね。で、紫ちゃん。かわいい。あ、違う。我は犯行当時モンスター部屋にいたぞ。レベル上げしてたって言ってたね。はいはいはい。で、これで、怪しい人物が、わかる人いた？俺は全然わかんなかったんだけど、クロエなんだよね、怪しいのは。私は犯行時間、ブラブラ散歩をしていたわ。シェルター室の前も通ったけどね、中には入らなかったわ。私ずっと廊下にいたし、戻ろうともしなかったから気がつかなかったわって。ずっと廊下にいたなら、声が聞こえるはずなんだよね。これが怪しいってことだ。で、クロエにしますか。はい。なんでクロエなのって感じだよね。相当ショックだった。証拠を示せ。私の何が矛盾しているのよ。お前廊下にいたんだよな。そして廊下は静かだったと。それがどうかしたのかしら。いや、それはおかしい。なぜならこの事実があるからだ。証拠提示クロエで、ハッチが開いていたってやつだよね。違う、これじゃない。操作情報、開いていたハッチ、これだ。証明。あ、やべ、なんかくしゃみが出そう。ちょっと待って。出なかった。なんかあるよね、くしゃみ出そうで引っ込むの。それが何なのよ。ごめんなさい、ゲーム中に。
クロエさん、廊下は物音もしなかったと言ったね。それはおかしいんだ。ね、綿貫くん。そうだね。そうか、メフィストはハッチを開けたままだった。そう、あの部屋はハッチを開けたままにしておくと、廊下にとても響くんだ。確かに私も、廊下で綿貫くんの叫び声が聞こえて、駆けつけたわね。あ、駆けつけたわけだしねだ。あ、へえ、僕のあのヒントだけでよくたどり着いたね。正解、正解、大正解。そう、犯人はクロエちゃんなのでした。なんでって感じだよ。待ちなさいよ。言いがかりはよしてよ。私が犯人っていう証拠がないじゃない。じゃあなんで嘘をついたのかな。理由をわかるように説明してくれない？それは、なるほどね。こういう無理やりの解決方法もありなんだね。今回は墓穴を掘ったね、クロエちゃん。それは、その、クロエ、残念だがお前の負けだ。クロエ、だから、何か事情がおありなのでしょう。それには同情いたします。ですが殺人は勇者の道を外れています。悲しいですが、その罪を償いましょう。ひどいみんな。あ、そう、償い、月姫の言う通りかもね。そうよ、その通り、私が犯人よ。え、クロエ、お前今何て言った？私が犯人だと言ったのよ、綿貫。アランを殺したのは私よ。やけにあっさりと認めたね。私、アルアガキが嫌いなの。それに、バカだから言い訳なんてできないし。なんで殺人なんか。現世に帰りたかったのよ。ただ、それだけ。みんなだって本心は誰かを殺して、現世に帰りたいって思ってるんでしょ。アランだって、綿貫たちを殺して、現世に帰ろうとしてたし、おあいこよ。今回は私がアランに勝っただけ。もしかしたら逆の立場だったかもしれないわ。分かったらもう終わらせましょう。私ももう疲れたのよ。楽になりたいわ。クロエ。では犯人は満場一致でクロエさんということでよろしいですか？もう誰も意見はありませんね。ふむ、もう謎はないし。待て、本当にこのまま終わっていいのだろうか。何か気づく主人公がかっこいい。何か忘れているような、前回とは違う追加ルールとか。共犯？そうか、綿貫くん、それだ。声裏返った。そうだ、その線があった。なんで僕は今まで気がつかなかったんだろう。どういうことだ？共犯ルール、そういうことだよね、綿貫くん。もしクロエさんに共犯がいたとして、このまま僕らが君だけを犯人にしたらどうなるのか。見事僕らは不正解。君と共犯者だけが現世に帰るわけだ。危うく騙されるところだったよ。うまいことやるね、クロエさん。いや、共犯者が仕組んだことなんだろうね。こんなことを君が考えられると思えない。ふふ、君は共犯者に従っただけ。ボロを出して犯人にされろと言われたのかな。しかし綿貫くん、今のはナイスなひらめきだったよ。で、共犯者の目星はついてるの？僕はおおよそついているよ。そうだね、綿貫くん、ことのついでだ。クロエにて指示した共犯者、それって誰だと思う？ちょこちょこルークが呼び捨てするよね。熱が入ると呼び捨てにしちゃうのかな。犯行現場にいて、さらにクロエ以外に犯行が可能な人物、あいつしかいない。これね、メフィストなんだよね。まあもちろん、ソラくんじゃない、いや違う、ソラじゃない、生きてたらびっくりで、ゾンビだ。メフィストなんだわな、これが。てかいたしね、その場に。反論、やっぱりね、そう来ると思ったよ。でもね、僕にはアリバイがあったはずだよね。ね、もしかして忘れちゃった？綿貫ちゃん。あ、出てきた。僕がシェルター室を出て行った後、アランちゃんがハッチを開け閉めをしてるんだよ。つまりアランちゃんは僕が出て行った後も生きていたんだよ。しかもロベルトちゃんが僕の姿を確認しているよね。それとも何？ロベルトちゃんも共犯者だっていうの？あ、なんだ、飛ばしちゃった、ごめん。なんか疑ってるの的なこと言ってたね。それよりさ、僕の推理を聞いてくれるかな。おそらくだけどね、メフィスト君はアラン君を殺した後、死体にハッチを開け閉めさせたんだ。死体にですか？死んだ後にハッチを開け閉めすれば、まるで生きてたように騙せるからね。だから要するにね、僕らはこのトリックを暴けばいいだけだ。死体のアラン君に網膜認証させて開け閉めさせる方法をね。わかったぞ。死体を引きずって網膜認証させたのだ。それだと死を引きずった跡がいっぱい残るよね。いや、死体はシェルター前にあったよね。認証装置まで引きずったら跡が残るはずだよ。目玉自体を取り外して網膜認証させたとかは、
アランの目玉はちゃんとついてたぜ。血で真っ赤に汚れちまってたけどな。一回取り外してもう一度つけたという線はどうだ。コンタクトレンズじゃないんだから、つけ直しても目の形が崩れちゃうよ。仮に目玉を取っても網膜認証は誰がしたのでしょうか。それは間違いなくクロエさんだろうね。網膜認証、コンタクトレンズ、形、綿貫が何か気づいた。どこかで聞いたことがある単語だ。なんだか思い出せ。トリックはあれか。お、来たぞ。ゲームが始まる。ひらめきシステムで起動。今から空間内に文字が現れます。正しい文字をタッチし穴埋めで完成させましょう。ができよう。制限時間内に文字を完成させられなかった場合、ペナルティとして好感度が上昇します。あ、疑惑度だった。好感度上がってどうすんだ。目の形を崩さないで目玉を戻した。その方法はこれ、クロエちゃんが言ってたよね。ギーガーガー、あ、違うか、うんか、うん、ほうほうほう、はい、今日うだ、う、はい、これでオッケーだね。証明。衝撃的だよな。でクロエとか一番殺人を犯さなそうな人物だもんね。そういえばクロエ、お前のギガンテ補強用って言ってたよな。目の形を崩さないようにつけてるコンタクトレンズのようなものだって。え、どうやら当たりのようだ。お手柄だね、綿貫くん。君たちはアラン君の目玉を取り出し、網膜認証をさせたんだ。で、あれあれ、なんか飛ばしちゃう。一度外したんだ的なこと言ってたね。ちょっとマウス変えようか。ごめんなさい。はいはい。ほんと何度もごめんなさい。それは、違うならその眼帯外してくれないかな。それなら今も義眼がハマってるはずだよね。はは、そう、どうやらここまでのようね。綿貫、偉いわ。よく真実にたどり着いたわね。そう、すべて真実よ。すべて話すわ。もうその状態で綿貫さんたちを殺すつもりですか。ガッツですね。半端ねえな、アラン。怖、執念恐ろしいんだけど。ちょっと、大丈夫。廊下で切り裂きとすれ違った私は少し気になってシェルター室の上のハッチで盗み聞きをしてたの。って、ハラン？これ、切り裂き、あんたがやったの？切り裂き？僕は彼であって彼じゃない。僕の名前はメフィスト。改めてよろしくね、クロエちゃん。メフィスト？あんた、何を言って？クロエ、ハラン、大丈夫なの？ああ、俺は、運命で死なないことになっているから運命変わっちゃったけどな。痛み止めを医務室から取ってきてほしい。痛み止めの薬ならあんたの懐に。それは痛み止めじゃないんだ。医務室から薬を。ほら、嘘つくからそういうことになるのよ。あ、わかったわ。すぐ持ってきてあげるからね。あ、私は走った。言われた通り医務室に薬を取りに行ったわ。言われた通り痛み止めを何本か持って、さらに出血を止めるために包帯も。クロエちゃんは優しいね。その男を助けてあげるんだ。あんたの対処は後よ。まずはアランを。あ、アラン、薬を持ってきたわ。ほら、クスクス。あ、飲んじゃう。アランは持っていた薬瓶を落として苦しそうにもがき始めたの。あ、なんだこれは。クロエ、俺に何を飲ませた。え、どうなってるの。俺は薬を持ってこいと言ったんだ。明らかにこれは毒薬だろう。いや、私は確かに痛み止めを。デッドポイズン。あいつのスキルって便利だな。これひどくない？痛み止めを飲ませたのにさ、それを毒にしてさ、クロエちゃんが殺したっていう既成事実を作り上げたんだよ。最悪だよね。薬を飲ませた瞬間、アランの全身にあざのようなものが現れたわ。市販のようなひどいあざ。今飲ましたのが毒だってすぐに気づいたわ。あんた、この薬に何かしたの？いや、僕は何もしてないよ。やったのは切り裂きとクロエちゃんだ。クソがっていうか、お前も自業自得だけどな。おいおい、それはひどいな、アランちゃん。悪いのは君だろう。さてさて、じゃあクロエちゃん、洗濯の時間だ。ここに解毒の薬がある。それともう一つ、こっちに毒薬が。選んでいいよ。生かすも殺すもクロエちゃん次第。そんなの決まっているでしょ。解毒薬をよこしなさいよ。あ、そう、いいんだね。アランちゃんには時間を巻き戻す能力がある。君はそんなアランちゃんを助けるんだね。時間を巻き戻す能力。貴様、どこでそれを。内緒。風の噂で聞いたんだよ。
で、クロエちゃん、そんな彼を生かしたらどうなるかな。今回の失敗を踏まえて、今度こそアランちゃんが完璧な犯行を犯す。そうは思わないかな。もうアランが厄介な存在なんだよね。メフィストもメフィストだけど。だからね、クロエちゃん、僕から一つ提案。一緒にアランちゃんを殺して、僕たち二人で現世に帰ろう。ねえ、このゲームのルールってさ、殺した人だけが現世に帰れるってことだよね。じゃあさ、二人で殺した場合ってさ、どうなるのかな。お、来た、キャットマン。ほほほほ、ズバリお答えしましょう。キャットマン？もし一人の人間を二人が殺した場合、犯人の扱いがどうなるかという話ですよね。ズバリお答えしましょう。その場合、犯行は共犯という形になります。議論の犯人当てはどうなるの？片方しかバレなかった場合は？もし片方しか当てられなかった場合、不正解扱いで犯人側の勝利です。噛んだ。当てられなかった皆さんは全員処刑。当てられた犯人含め共犯者が現世へ。ははそれはそれ、面白いルールだね。ね、どうかな、クロエちゃん。僕と共犯になるってことは。断りよ。誰があんたと。私はこのままみんなに真実を告げるわ。それであんたを吊るし上げて終わりよ。はーん、やっぱりクロエちゃんはバカだね。あのね、このままだと君は自動的に共犯になるんだよ。異世界能力で作った毒を君が飲ませた。ほんとひどいこの現実。霧崎が作った毒と実行犯のクロエちゃん。この場合、犯人は霧崎とクロエちゃんだよね。ええ、さようでございます。ねえ、クロエちゃん、共犯になろうよ。いやよ、共犯なんて、あ、これで過去がわかるんだよね。は、恐れおののいたね。これが怖いのかな。誰しもトラウマを持っている。君にとってこのイメージがトリガーだよね。壮絶ないじめを受けていたみたいだね。なんだっけ？そうだ、目ん玉お化け。なんであんたがそれを知っているの？やめて、こんなもの見せないで。いじめを機に学校を辞めたそうじゃないか。で、パパと二人で暮らし始めた。あ、これクロエいつの時代に生きてたんだろうね。あ、お父さん？いいパパだね。娘一人のために働いているのかな。お父さん、私、クロエを会いたかった。お父さん。はい、ここまで。続きは現世で。いや、さて、どうするクロエちゃん。共犯になって現世にお父さんに会いに行くか。それともアランちゃんを見逃して、アランちゃんを現世に返すか。選ぶといいよ。クロエちゃん。どちらにせよ、破滅の未来しか待っていないだろうけどね。わかったわ。ありがとう、クロエちゃん。じゃあ作戦を伝えるよ。クロエちゃん、みんなをアリバイで、罠にはめよう。わざと君はボロを出して、吊るし上げにされるんだ。でもそれは不正解。二人とも現世に帰れるわけだ。悪魔みたいなこと、考えるのね。いいかい、クロエちゃん。全部僕の言う通りにするんだ。君はバカだからね。でも言われた通りのことはできるでしょ。で、どうするのよ。最強のアリバイ工作。君はただ、僕の指示通り動けばいい。恐ろしい男。そんなことが。ふっふっふ。でも私が間違っていたわ。ちゃんと罪を償う。みんな満場一致で、私と霧崎に決定してちょうだい。桐崎くんの毒、それを飲ましたクロエさん。クロエとかもうね、無実じゃん。まさか。では満場一致で犯人はクロエ様と桐崎様ということで。ちょっと待て、その結果だと。お見事正解でございます。今回アラン様を殺害した犯人はクロエ様と桐崎様です。ルーク様に余計なことをされる前に皆様に会場に戻しましょう。皆様をだった。パタヌキ、これ、簡単受け取って。こんなことに眼帯を使ってごめんなさい。けど、いい思い出ができたわ。もう辛いんだけど。眼帯選んでくれてありがとう。バイバイ。旗抜き。ディメンション。ああ。やだよな、これ。手元にクロエのつけていた義眼、間違えた。眼帯が残り、俺たちはまた礼拝堂に飛ばされた。クロエさん。くそ、あんなの不可抗力じゃねえか。そうだね。あの状況だと、犯人にならざるを得ないかも。だけど、悪の根源は、もう滅びたんだ。クロエはその身を犠牲にして、
俺たちを守ってくれたんだよ。あ、悪の根源ってクロエちゃんのこと？もう最悪だよねこれ。仲間に対してそれはひどくないわ、たぬきちゃん。キリサキ？キリサキじゃないよ、僕はメフィストって何度言えばわかるのさ。じゃあ処刑されているのは？もうさ、体張ったのにこんなことって。これでよかったのよね。あの悪魔を生かしておいたらこの先何をするかわからないし、お父さんもう一度会いたかったな。お父さんからもらったギガ悪いことに使っちゃった、ごめんね。もうひどい、一章も二章もさ悪意があった殺人じゃないもんね。クロエ、悪意あったのアランだけだったしね。本当に昆畜生が、てめえなんて、てめえは生きてんだよ。怖いな、ロベルトちゃん、暴力反対。クロエさんは罠にはめられたんだよ。ルークだけ気づいてたもんね、最後で。どういうことですか？彼はちゃんと確認していたんだ。共犯は桐崎くんとクロエさんだって。彼はもう桐崎くんじゃない、全く別の人間ってわけだよ。そんなこじつけみたいな話まかり通っていいのかよ。ええ、面白いので許可しました。このゲームマスターほんとクソ。私はあくまでこのデスゲームが面白くなることなら基本的にオールオーケーです。だそうだよ、ロベルトちゃん。ねえ、みんな今回の茶碗は楽しんでくれたかな？これからはもっと楽しいことで僕をいっぱい楽しましてちょうだいね。ってことでよろしくね、勇者の皆さん。クロエは死んだ。すべてはメフィストの手のひらの上だった。メフィストは最初から分かっていたのだ。このトリックが簡単に解かれることを。あえて解かせて、暴かせた。そしてクロエを殺した。そして同時に彼の中にいた桐崎も処刑し、存在ごときれいさっぱり彼の精神から切り離した。今回の事件はメフィストがこのゲームに参加するための下ごしらえに過ぎなかった。彼にとってそれは茶番でしかない。ただの暇つぶしでしかないのだ。アランもまた被害者である。未来を変えるという大一番を茶番にされた。いやでもアラン悪いけどな。人の気持ち、心情、目標、現世に帰りたいという強い思い、メフィストはそれを全て無にした。アランも奴なりの信念があって俺らを殺そうとしたのだろうが、その真偽は謎のままである。アラン、クロエ、そして桐崎。俺はクロエが残した眼帯を強く握りしめ、彼らのためにも生きねば、そう決意した。クロエの眼帯を入手した。もうやだ。あ、予想成功。はい、ありがとうございます。この時ほんとわけわかんなかったんだよね、シュンヤン。なんでクロエが殺したのって思って。第2章、運命は変わらない。勘。勘弁これ。これデスゲームであるこのさ、人数がどんどん減っていくっていうのすごい嫌だよね。あ、減っちゃった。しかも一人追加されてるし、メフィストになってる。セーブしますか。はい。これで第2章は終わりかな。あれ終わりかな。あ、まだあったね。しかしわからないことが一つあります。どうして運命が変わったのでしょう。アリスさんの予言でも、アラン様がいた未来でも、運命は違った。アラン様が殺される運命ではなかった。なぜ彼は殺されたのでしょうか。時空振動よ。時空振動？未来を変える唯一の方法。それが異世界能力による時空振動。あんた、アクアと戦ったでしょ？しかも全力で。アクアが時空振動を起こしたのよ。あんたの召喚獣を倒すときにね。なんかすごい強敵だって言ってたもんね。ねえ、あの子一体何者なの？私はメフィストより彼女が気になるんだけど、多分女神様だよね。今回のアクアとの接触、あれは失敗だった。私が予言し、あなたが監視カメラでそいつを見張る。それでトリックまで含めて犯人を特定する。それが段取りだったはずでしょ。今回はたまたま私が犯行の一部始終を見ていたからいいものを。肝心のあなたは能力バトル？いいご身分ね。以後気をつけます。塩らしいキャットマンが。まあいいわ、過ぎたことだし、水に流してあげる。それよりさ、あなた、今後はどうするつもりなの？今後って別に何も変わりませんが。詳しくは知らないけど、別にこのスタイルが必須じゃないわけでしょ。それにメフィストだっけ？あいつはあんたの計画の邪魔になるかも。てかさ、いい加減このゲームの目的を教えてほしいんだけど。まだ時期はなお早かと。何がって感じ。お兄ちゃんはいつもそう、
肝心なことは何も教えてくれない。何隠してんだろうね。私はいつも何も聞かされずついていくだけ。こっちの気持ちになってよ。ふまあいいわ。だけどもさ、察するに殺し合いは前座なわけっしょ。何か妙案でもあるのですか。ええ、とっても可愛いのが。ねえあなた、ギャルゲーってやったことある？唐突な流れだよね。ギャルゲーって感じだよねこれ。あれ終わったかな、これで第2章。あ、キャットマンによって例のこの世界に送り込まれ、数日経ったある日のことだった。俺はアクアに連れ出され森にやってきた。可愛い。アクアか。でも俺紫ちゃんがいいんだよな。で話ってなんだ。アクア、こんな人気がないとこに連れ出すってことはみんなに聞かれちゃまずい話なんだよな。うん、これはずっと用意よって思ってたことなんだけどね。おう、なんだ。綿貫くんにずっと内緒にしてたこと、もうこの際だから言っちゃうね。あ、一回しか言わないからちゃんと聞いてよ。聞こえなかったってのはなしだからね。おかわいい。でも紫ちゃんがいい。どんだけ押すんだよって話だけど。ずっと前からあなたのことが好きでした。ね、綿貫くん、私と付き合ってください。これすごい流れだよね。驚いた、これ聞いた時。あれどうなっちゃうかな。第3章、殺し合いはギャルゲーの中で。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録またはコメント評価いただけたらとっても嬉しいです。殺し合いはギャルゲーだってよ。もうめちゃくちゃだよね。そして1章2章で悪意のない殺人があるっていうのがちょっとやだよね。あ、1人いたか。2章はまあメフィストとアランだったね。はい、続き楽しみですね。それではシアンでした。またね。